ハリー・グラスはドイツ・クリンゲンタール出身の元スキージャンプ選手。1950年代後半にドイツ民主共和国代表として活躍し、ドイツ人として初めてオリンピックでノルディックスキーのメダルを獲得した。1970年代に活躍したヘンリー・グラスとは血縁ではない。グラスはもともと鉱山で働いていた。1950年から ウラン鉱山で働いており、1952年からスキージャンプを本格的に始めた。その素質は素晴らしく、1953年には早くも東ドイツのナショナルチームに加わった。1954年のノルディックスキー世界選手権に初出場するも69人中64人に終わる。 1956年、ドイツ人民警察の職員となり、コルティナ・ダンペッツオオリンピックで、銅メダルを獲得した。1958年の世界選手権では、自己最高4位に入賞。また、東ドイツ選手権で1954年、1955年、1956年と1958年の4回優勝を果たしている。1960年のジャンプ週間。 インスブルックで転倒し大けがを負う。一年後に復帰したが、以前のようなジャンプはできずに、引退、1962年から1980年までコーチを務めた。1982年に、グラスは心臓発作を患った。1997年没。ありがとうございます。